鉄。戦後の高度経済成長期から日本を牽引してきた重工長大産業の主役の一つである。しかし現在新興国が大量生産を続ける中で、新たな差別化、成長戦略が求められている。大手鉄鋼メーカー神戸製鋼所、佐藤博史社長はオンリーワン技術とバリアフリー化で海外進出を展開する。日本のものづくりの意味が問われる今、神戸製鋼所が目指す事業戦略とは。リーダー&イノベーション、賢者の選択。リーダー&イノベーション、賢者の選択。ナビゲーターの宮川俊二です。白石美希です。白石さん、はい、ここ数年ですね、その工場見学なんかブームになってるそうです。そうなんですよね、はい、なんか工場っていうと男性のイメージが強いんですけども、はい、女性に特に人気で、はい、夜の光の点滅による幻想的な姿がとても人気だそうですよ。なんか異空間が体験できる、はい、ということなんでしょうね、はい。まあ、しかしその工場といいますと、やはりこの鉄鋼業とかセメントとか造船化工業、まあ、この工場のたくましい姿、やっぱりこの戦後のこの復興の象徴だったんですけど、はい、そこがなんか観光スポットになっているというのが面白いと思いますね、はい。まあ、そういった工場の中でもとりわけ鉄鋼はさまざまな産業を支える重要な役割を果たしてきました。しかし21世紀になりますと、アジアをはじめとする新興国の発展によりまして、日本の鉄鋼メーカーを取り巻く環境が著しく変化してきました、はい。で、鉄鋼メーカーは生き残りをかけて業界の再編、それから海外進出などの取り組みを進めております、はい。で、今回はオンリーワン技術による成長戦略を図ります鉄鋼メーカーに着目します。それでは早速ゲストの方をお招きいたしましょう。株式会社神戸製鋼所代表取締役社長の佐藤博史さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。宮川です。よろしくお願いします。宮川さんは神戸製鋼所といいますとどのようなイメージがありますか？はい、まあ、鉄鋼というよりは申し訳ないですけど、はい、ラグビーのイメージが非常に強いですね。大八木さんとか平尾さんとかね、素晴らしい選手、監督、はい、輩出しておりました。いろいろとお話を伺ってまいりたいと思います、はい。なので佐藤社長、はい、まず最初の変革、そのキーワードは何でしょうか？そうですね、今年、東日本大震災があったということに関連するんですけれども、はいはい、私どもの経験いたしました阪神・淡路大震災をキーワードに挙げたいと思います。はい、それではゆっくりお話を伺いましょう、はい。よろしくお願いします。神戸製鋼所を牽引する佐藤博史は1945年大分県で誕生。1970年九州大学大学院修士課程を修了後、神戸製鋼所に入社する。技術開発本部材料研究所長、技術開発本部長、専務取締役、副社長などを歴任して、2009年4月に代表取締役社長に就任、現在に至る。佐藤社長はご出身が大分ということで、ふるさと大分のための活動をいろいろとなさっているとお聞きしたんですけども、はい、具体的にどのようなこと、はい。ふるさとが私18歳までいたんですけども、はい、社会人になる時のこう原点だと思ってましてですね、まあ、いろんな教えもふるさとから受けたし、それを非常に大事にしていきたいなという思いから、はい、カボス大使とかですね、飯島、はい、親善大使、はい、それを仰せ使っております。いい温泉たっぷりありますもんね。そうです、はい。そして白下ガレーというのも美味しいものありますしね。名刺を拝見しますと、はい、工学博士とあるんですが、はい、九州大学から神戸製鋼所に入社した経緯をまずはお聞かせ願いますか？はい、当時は冶金学科と言ってたんですけども、はい、そこの学科を出ておりまして、まあ、もともと溶鉱炉をやろうと思ってたんですけども、途中からですね、はい、非鉄金属とか表面処理に興味を持ちまして、はい、そういうことを大学院までやってたんです。で、そういうことで神戸製鋼っていうのは鋼の名前がついておりますけども、
非鉄金属もやっておりますし、はい、表面処理の製品もありますし、いろんなことをやってるものですから、まあ、神戸製鋼に、まあ、あの試験を受けてお世話になるということになりました。先ほどその社長からは変革のキーワード、はい、阪神淡路大震災ということが出ましたけれども、はいはい、これはあのやはり大きな被害を受けられましたですよね。そうですね、大きな災害を受けたわけですけれども、うん、それを機会にですね、はい、私どもが、従業員あるいは周りの人と一致団結したらその困難を乗り越えられたと、うん、で乗り越えたと同時に何か会社がそこで一回変わったなという感じがするんですね、はい、ですからその阪神淡路大震災というのは私にとりましても非常にこう、人生のエポックになっております、うん、神戸製鋼は製鉄所それから本社の建物等を含めまして約1020億ぐらいの、はい、損失を受けたわけですね、うん、で私どもではその会社が被害を受けた、はい、町が被害を受けた、うん、それから従業員を含めて人が被害を受けたということで、うん、この3点セットをですね、はい、取り上げて復旧復興していかなければ成り立たないなと思ったということから、はい、会社が変わった原因はですね、その多分人、町、会社、この3点セットの変化だろうというふうに私は思っております。それを乗り越えられた、はい、ということですけども、はい、でもその損失をですね、はい、これどうやってこれ回復するか。そうですね、はい、1020億と言いますとこれ売上じゃありませんで利益からなくなっていきますもので、はい、すごい、これ負担になるわけですけども、こういう負担をですね長期間長々とやっていくのはちょっと心が持たないかもしれないということで、はい、2年間で全部返済してしまおうと。ほう、はい、土地有価証券等の、はい、まあ、有価物ですね、うん、それを、まあ、相当売却するというのが基本にいたしまして、はい、でこの 1,2 年のその営業利益のキャッシュもそちらの返済の方に回すということ、うん、その基本で2年間で、1,020 億を返しまして、まあ、その分、まあ、すごく痛手なわけですけども、はい、それから新しい会社を作っていこうと、まあ、そういうことにしたわけです、うん、はい。短い期間でやった方がいいという判断ですね。私はそう思いますね。人間の気持ちってこう張りがある時っていうのは結構頑張れるんですけど、はい、やはり生身ですから、はい、なかなか長期間続きにくいという面はありますよね。ですから、まあ、今は考えても良かったんじゃないかなと。まあ、そのしんどさがぐっとこう凝縮されるわけですからね。はい、はい、それをやったら頑張れるという感じですね、うん、はい、でもその事業としてはどういうことで それをカバーされたんですか。そうですね、やっぱりあの収益が出る体質に変えないといけませんから、はい、一つはですね、強い事業体とこれから強くなりそうな事業体に、はい、まあ今は弱いというところに分けましてですね、うん、あまり強くないところはこれはやめる、撤退する、売却する、うん、そういったような方策を取りまして、赤字体質をちょっと抜けるということですね、はい、であと強い、事業体、これは鉄であるとか溶接であるとかアルミであるとか、うん、産業機械建設機械そんなところなんですけども、うん、そこにですね経営資源を集中して、しかもその各事業体でお客さんに、ああ神戸じゃないとこれは手に入らないなという特徴ある製品、はい、これオンリーワンとこう私どもを呼んでその頃から活動してきたんですけども、はい、うん、強い事業体の中に特徴ある製品を作っていきましょうということを、はい、やりました。当時製鉄でいろんな技術を持ってたということで、まあ、発電事業をですね、はい、そのところから企画して始めたということであります。発電を事業化するわけですか。はい、電気を売るということです。売るわけですね。その工場で使うものだけじゃなくて、はい、売るわけです、はい、それどんな発電所なんですか。製鉄業というのはですね結構電気を使うんですけども、燃料がですねいろんなところからこうプロセスから出てまいります、はい、でその燃料ガスをですね、はい、燃やしてあの自家発をやってたんですね、で私どもでもやっておりました、はい、でそういうことであの技術もありましたし人もあったんですね、はい、それと一番大事なのはあの広い土地がいるんです、はい、製鉄所というのはちょっとまあ一般の工場よりも広ございます、はい、それでもですね一部の製鉄プロセスのところをやめまして、神戸の製鉄所の中の一部にその発電所を作ったということです、はい、これ何万キロワットとかってありますけども、ですね、自家発だけでしたら50万キロワットぐらいですけども、はい、そういう
規制緩和で電力卸としてよそに売れるというのは140万キロワットです、はい、あ、そんなに大きな、神戸市のピーク電流の大体7割から8割それで賄えるというすごいですね、はい、大きい発電事業を始めたんです。しかし、まあ、そのやっぱ資金調達とかいろいろご苦労があったと思うんですけども、はい、これどういうふうにされたんでしょうか。やっぱファイナンスの面はおっしゃるように大変巨額でありますから、うん、約2500億円ぐらいのですね、ファイナンスですけども、これはいろいろな工夫をいたしまして、はい、借入金であるとかプロジェクトファイナンス等々ですね、いろんな知恵を働かして、まあ、あの苦労しましたけども資金調達はできたということです、うん、やはりその、はい、大きな災害を、うん、やっぱりこの企業の変革の、はい、まあ、なんていうか、そのチャンス、はい、契機として捉えられた、はい、ということですよね。これはなかなか、ね、あのやらなければいけないんですけど難しいことだったわけですね。はい、今までのお話を伺ってますと、あの神戸製鋼所 の、 あの遺伝子というものを感じますよね、はい、遺伝子という言葉も私いい言葉だなといつも思ってましてね、はい、当社の遺伝子って何だろうと思いますと、あのやっぱりこういろんな事業を、もう先ほど申しましたように鉄であるとかアルミであるとか機械であるとか、こういう多様なですね文化を受け入れるというのが多分一つ遺伝子なんだろうなと思うんです。でこれはあの鈴木商店という商社初 の、 あの、メーカーであるというのが多分大きいのかなと思うんですね。でもう一つがやはりこの今106年目になりますけども、経営ですからあの山あり谷ありですよね、はい、あの私は最近思うんですけど、山あり深い谷ありというのが正確な表現でしてね、はい、谷が深かったなと思うんです、うん、その谷が深いのを何度も味わったんですけども、その谷になった時にみんながまとまって頑張ると言いますかね、これなんかどうも日本人と言ってもいいような感じがするんですけども、なんかそういうところに遺伝子があるなというふうに感じております、うん。リーダーが決断した次なる変革、そのキーワードとは。2つ目はですね、まあ、今後のことも含めてバリアフリーという言葉をキーワードに考えております、はい、オンリーワン技術で事業展開を図る神戸製鋼所の変革のキーワード、バリアフリーとは。